準備をしている姿を見られましたね。セットプレーのチャンスです。赤の狙ったボールはファーまで流れてくる。星野シュート。高野選手が中央に走って、その裏のスペースに星野選手が一人で合わせるというような素晴らしいボールでしたけどね。あの一番ディフェンスとキーパーとしては取りづらいボールでしたし、今かわしてそれでクロスを入れていく。これがボール16試合目の出場が来ていますが、109の空中戦この高山は中央です。坂本ヘディングシュート、ここを奪ったんですけど、はい、坂本選手のもうちょっと下がりながらなんですよね。いい判断ですよね。次はどこを狙ってくるか。中央には坂本、パーに富山と星もいます。下がったところに村越、ニアに大野です。中央のボール、大野のヘディングシュートは、よく触った。スーパーセーブでですけど、素晴らしい反応を見せましたね。枠行ってました。ニアには選手はいません。中央もしくはファーに絡まっています。中央のボール、シュートは痛くない。その壁っていうのがなかったので、田中シンプルに入れていく。つながります。いいボールですよ。富山